スネーク、ラバの調子はどう？このペースなら明朝には目的地に着くはずだ。急いでくれ。 AI はいつ完成してもおかしくはない。ガイドが欲しい。分かってる。そのジャングルに詳しいパスに協力してもらう。スネーク、いい。サバイバルの達人でも気を抜かないで。そこは400種類のランを含む2500種類の植物、500種類の蝶、400種類を超える野鳥が生息していると言われている太古のジャングルよ。霧で視界も悪いの。その一帯は岩盤が硬い。だから度重なる地震の中でもマヤの遺産が生き残れたの。ああ、マヤ遺跡の中で AI 開発とはな、ヒューイ。ああ、そうだね。と言っても入り口のセキュリティに抜かりはない。僕が渡した ID カードを持ってるよね。ああ、ちゃんと持ってる。それがあればゲートを難なく通過できる。あとはスネーク次第だ。 AI さえ組み込まなければコールドマンのゲームはコールドする。研究所内部のセキュリティの方はどうなんだ？うん、そっちは心配する必要はないよ。ストレンジラブの要望でラボ内の警備は最小限に絞られているんだ。スネーク、いいニュースばかりじゃない。コールドマンに俺たちの存在が知られてしまった。ラボ周囲の警備レベルが上がっているようだ。クリサリスとかいう無人飛行機も哨戒ヘリも多数確認した。ジャングルにはアンブッシュしているスカウト兵もいるかもしれん。ラボが近づいてきたら今まで以上に注意してくれ。了解。本当だ。なんとかしのいだか。スネーク、ストレンジラブ博士のラボは北へ数マイル、完成間近の AI を破壊するんだ。一刻も早く。